サファーリはタタモーターズがかつて生産、販売していた SUV である。サファーリは欧州市場等をターゲットにしたオフロード車である。サファーリは折りたたみ式の3列目、広々としたインテリアを備えた7人乗りとして設計されていた。市場では三菱、パジェロ、トヨタランドクルーザー、ヒュンダイやロッパー等、1990年代に人気を博した。 オフロード車からの代替として一吹けらた。少しスポーティーさが入ったシンプルなデザインで、どんな悪路も軽く走り抜けそうなイメージを持たせる。販売はインドやネパールなどを中心としている。また、社名はサファリストームとも呼ばれることが多い。そして、アップグレードとして例に挙げると、サファリストームエクスプローラーエディションというグレードがある。そのモデルには、 大きな特徴としてステッカーが貼られている。それに加えて装備もノーマルグレードから少しだけ追加されている。装備の中で元々一輪ナビが付いていたところに二輪ナビを付けているところがある。そのためナビには変な角度ができてしまっている。それだけではなく元々位置も歩くインパンネの下部に上向きの角度で設置されたナビは光を反射してしまい。 日中はその画面に書かれている文字などを見ることが難しくなってしまっている。また、シフトレバーの位置そのものも悪いため、シフトを一速から三速へ、シフトチェンジするとき、ディスプレイに指が当たってしまい、急に設定が変更されることがある。外装面では、コンパスの描かれたステッカーや、ヘッドランプにメッキガーニッシュが付け加えられる。また、 さらに強さを引き出すためにフロントバンパーガードが追加され外装面ではノーマルグレードと区別できるほどの仕上がりにはなったものの金額に見合ったほどのものではない。肝心な乗り心地に関しては良い方でライントレース性高い。コーナーを曲がる時のステアリングのフィードバックも良いのだが低速時になると軽すぎたりする。エンジンに関しては2.2リットルバラッカーの ディーゼルエンジンを搭載する。そのエンジンからは、最高出力 140PS と、最大トルク 32.6kgfm を発生する。低回転域から力を出し、リニアに動く。5速 MT のトランスミッションによる操作は、駆動力は、シフトオン・ザ・フライシステムを介して4輪に伝えられる。さらに、負荷変速機も備わっている。 約14秒で 100km まで加速する性能を持つ。これは2トンを超える車体に対して標準的な数値になる。燃費は約 10kmL とこれもこのクラスとしては標準的な数値である。販売価格はインドルピーで170万4000ルピー。同クラスの車としてはルノーダスター、シュコダイエティ等がある。2016年モデルインテリア2012年。 モデルサファリストリームサファリストリームは2012年1月に第11回ニューデリーオートエクスポで発表され2012年10月に発売された2016年12月、タタはインド軍の公式車両として約3192台のサファリストームを提供する契約を結びジプシーの後継者となった2019年以降はタタグラビタスに置き換えられる予定 ありがとうございます。